はい、どうも平山です。はい、今日は内装工事していきます。で、DIY で壁の室内色塗りに必要なもの、買ってきたものを紹介します。でげでん。はい、これローラー、壁の色を塗るやつね。で、ハケ、大きいのとちっちゃいの、大きいの2つ。これで、細かい部分をやっていきます。で、ローラー、だいたいこれ別売り、そのまま一緒にくっついてるやつは高かったんで別売りで、で、これは毛がふかふかしてないやつ、ちょっと固めのやつがおすすめって店員が言ってました。で、あとはゴミ袋、あと余剰シート、これで地面とか壁、ペンキの色を塗りたくないときにこれを貼って、そのペンキがつかないようにします。で、マスキングテープ、これでさっきのこの余剰シートを止めます。で、これペンキに使うペンキ入れるやつ、これ100均のバケツです。これはお風呂で使うやつかな、違うな、シンクで使うやつ。これ100円だったんでそのペンキ用のやつは500円とかするんで、こういうのでいいかもしれないですね。で、網あったんで、この網でこのローラーをコロコロってやろうかなと。これで結構値段を抑えますね。で、あと、でげでん、見えるかな、これ。ターナーチョークボードペイント、塗ればそこが黒板。これ、壁、ジムの壁の一角をこの黒板にしようかなと思って。で、トレーニングプログラムとか、そういう目標だったりとか、これにチョークで描けるようにしようと思ってます。はい。で、ビニールテープじゃない、ビニール手袋、はい、カッター、余剰テープとか余剰シートを切るときに使います。で、ジョイントポーク、これで隙間だったり、もともと壁に穴が開いてるところをこれで先に塞いでおくことで完成度が上がりますって言ってました。で、これ、でげん、よいしょ、屋内壁用の、ペンキです。ヨーロピアンブロックブラック。とりあえずこれ、今日は一人なので、これと、これと、これ塗っとこうかな。黒板失敗したくないんで、とりあえずこれで。の内装を作っていきたいと思います。こんなもんかな、うん、はい、はい、ペンキ、ローラー、ビニールテープ、ビニール袋、ローラーの音、ジョイントフォーク、雑巾を壁、先に汚れを落とすことでこれも完成度が上がるらしいんで、汚れを最初に落とします。で、マスキングテープとマスキングシートで、ビニールテープじゃない、ビニール手袋で、カッター、ハケで、ペンキ入れる用のオッケー。これでやっていきたいと思います。よし、じゃあこれ参考にしてください。これで完成じゃない、完成品はまた別の動画であげたいと思います。
スキングシートを、いや、分からん。マジ分からん、これは。とりあえず塗りたくないところにマスキングテープ貼ればいいのかな。はい、完成しました。一面まだ乾いてないんですが、あー1時間でこれっすよ。これあと全部こ、あ、あ、終わり。いつになるかよ。手伝いさん募集してます。